もご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。ゆっくりまみぞうせ。本日は東京理科大学2021年度卒業生の就職先ランキングを発表していきますよ。総合職、栄養職、女子一般職などすべてを含んだ数値じゃ。ではでは、発表してまいりましょう。第20位りそなグループ、三菱電機、日本電機。第17位アクセンチュア、東日本電信電話、清水建設。第14位キオクシア、東京都職員、本田技研工業。第12位ソフトバンク、NTT ドコモ。第10位日本 IBM、パナソニック。第8位野村総合研究所、TIS。第7位 SCSK。第5位 NEC ソリューションイノベーター、ソニー。第3位富士通、東京電力ホールディングス。第2位 NTT データ、第1位日立製作所。ここまで、2021年度東京理科大学の主な就職先ランキングでした。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。